ちゃんと名前入ってるよ。あれ間違ってない？あ、大丈夫大丈夫。あ、そうね。あ、おはようございます。私インフルではないんですけど、完全に風邪にかかってしまいまして、年内最後の放送でようやくちゃんとキャバクラの女性を連れてくることに成功しました。はい、僕の飲み友達であり、まあなんだろうね、悪ノリ友達でもある。下にも書いてるんですけど、あの総の山田里奈ちゃんです。で、なぜ彼女がいるかというと、まあ明後日、まずね、一旦ね、これね、あの明後日彼女がバースデーらしいんで、まあ告知でもしとくかと。お、ほら超可愛いじゃん。ありがとうございます。うん、まあそんな感じで、こんなみんな可愛いと思うかもしれないけど、彼女のゲスな話もね、今日は聞けるかもしれないんで、あ、メリクリです。そう、まあ今日2人ともノンアル、さっきまで下痢っていうね、最悪の体調なんで、ゆっくりと、うん、こうやってゲスト連れてきてよ。いや俺だって連れてきたいけどね、あのこの時間は、夜キャバの子なら仕事中やもんね、うん、で朝キャバの子なら寝てるっていうね、一番難しい時間帯だから、聖児秋田って書かれてる。いつもあの聖児入れ墨の、うん、もう半分レギュラーみたいになってきたから、そう、まあそんな感じで、じゃあ、山田の紹介もいったところでオープニングいきます。はい、本日も東京リアルライフ TV よろしく。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。いやあ、僕が第2第4回のレギュラーですけど、あの第1第3のショッツさんから飲んだ方がキレが出るんじゃないかっていうんでいただきました。声聞こえてる？このガラガラ声。まあ、あれしてガラガラ。ねえ、ガラガラやからね。とりあえずじゃあ一旦いただいておきます。グイグイだって。じゃあね、まあ明後日バースデーっていうのは一旦置いときまして、うん、もうちなみにあの歌舞伎のそのキャバ歴は何年ぐらい？1月で5年になります。ということは、もう何歳になる？23歳になります。23歳、うん、めっちゃまだ前半戦やん。まだ前半。意外と若い。なんかちょっと関わり方的に3つ下ぐらいな感じのあれで扱ってたけど、そうだね、23なんね。ということは18でもう速攻18で高校は卒業したの？まあ20歳に卒業しました。20歳、あの夜間高校だったんで。ああ、夜間か。びっくりした。普通の高校2年留年して20歳で卒業しながらキャバクラも、うん、ちゃんと1年は留年した。おお、ほう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 。え、もう時代的にさ、18の時にキャバクラ入って、その時はもう未成年お酒飲んじゃダメみたいな時代だった？そうですね、だから年齢は言わなかった当時。なんかいつも通りタメ口でいいよ。緊張なんか あんまこういうの慣れてないらしくて、あのいつももっとなんかおいみたいな感じでテキーラ持ってくる子なんやけど、うん、そうか、18、まあ5年いたらね、あ、ずっと今の店じゃないでしょ？転々と転々としながら今やっと落ち着いて、まあ、落ち着いて、うん、でこの度のバースデーの目標はじゃあ今日はシャンパンタワー3つぐらい行って、いや、もう1週間記憶なくすの。平日から記憶結構なくしてるやん。普段からないけど、まあ、それぐらい飲ませてもらえれば。そう、彼女はね、あの飲むとすごいんですよ。いろいろすごいね。私ちょっと表に出せないような写真もちょっと持ってまして、あの、まあ、うちの店一緒飲んだ時にね、お互いひっくり返ってやらかしましたね。やらかしたね。俺だってパンツビリビリだったもんね。だんだんはみ出てましたね。うん、そう、乗せてはないよね。
乗せてはない。ほら、あの酔っ払うと、まあその差を出すとやっぱモザイクをかけないといけない。フェイスブックとかもあのダメってなるから、そう、玉がよく出るけど、何回か友達の女の子の頭にちょんまげみたいな感じで玉乗せたことがあって、多分私もあの日乗せられてた、乗せられてたか、ごめんなさい、かもしれない、うん、ごめんなさい、それは、うん、そう、あの初めてね見た人は可愛いなって思うかもしれないけど、頭にこの人は玉が乗ってた、うん、そうか、じゃああれやね、やっぱりせっかくキャバクラの人に来てもらったということで、差し支えのない範囲で、あのまあいろんなお客さん来るやん。そうですね、うん、やっぱ最も嫌だったお客さんのあれをね、うん、一番苦手とするのは、うん、話しかけても返してくれない人。何しに来たの、何しに来たのって感じだね。うん、もうずっと携帯触ってるみたいな。そう、そんな感じ。ものすごいわかるね。俺も今この見た目だけど、やっぱり昔のホスト時代に新規の人について失礼しますって言ってもそのキャバクラでもそういう人来ます。今日何やってたんですかって、一杯いただいてもいいですかって言ったらダメって、それだけ言ってくるんだね。うん、なんで俺この人に話しかけないかんのやろうと思いながらね。時期いらないから私のこと下げてくださいって、うん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 、すごく思ってた。なんか売れてるその1000万プレイヤーのホストとかのね、友達とかにその新規のそういうのどうやって崩すのって聞いても、みんなも言ってることも違うし、結局みんなあれなんであの人俺崩せたんだろうみたいな感じで、うん、結局顔なのか、うん、あとまあ第一のフィーリングとかやっぱそういうお客さんはそのまあ、例えばホストに来る女の子だったらやっぱり幹部以上じゃないとなんかちょっと嫌だって子もいたりもするし、うん、マシや今の俺みたいなのなんかついたら女の子もびっくりするやろね、ホストクラブで、うん、うん、おもっと持ち上げたらなんか落としすぎたな持ち上げたところでね、うん、まあね、そう、権力が大事っぽいねえ、話しかけ続けるの結局その客には。一応頑張るけど、途中からなんか無言。ああ、無言の、なんか全然想像がつかんねでも、あのチェンジって言われても逆にムカつくから、居座る、うんうんうん、あのちゃんと抜かれるまでボーイさんに、絶対行ってやると思ってキャバ嬢の意地として、まあでもあれ、リナに風邪うつすなよ、てめえっつってすいません、あのおそらく大丈夫だと思います顔のデカさがうまい、分かっとるわ今日ちょっとむくんでるからね、うん、そうだね、ちょっと OS1 飲みすぎてうん、そう、とりあえずちょっと飲み始めてみましたOS1 はこれだよ、熱中症対策 OS1 使い合いにも効く、うん、その服出せ、これ GU の1500円ぐらいのパーカーだよ、分かるそう、じゃああれですな、まあ歌舞伎町のキャバクラに長年勤めてるということでね、やっぱりあのアングラな話も結構あるんじゃないかと、うん、まあ例えば店内で喧嘩が起きたとか、あお客さん同士でも、うん、私お客さんにボコボコにされたことある。あれそういやなんかこの前めっちゃ怪我してなかったっけ今ふと思い出したけど、え、結局あれはなんでだったっけ。そのお客さんも先輩とホテルに帰ってないのを理由に怒られて道端でボコボコにされた。ああ、そう、なんかよくわからん理不尽な理由だったよね。理不尽な理由、うん、あの皆さんもね、キャバクラに行って女の子ボコボコにしてはいけません毎回俺が一緒に来る人はなぜかあのボコボコにしたりされたりの話が出てくるっていうね。え、結局なんか治療費みたいなの出たの。あ、あの後日の対応で考えようと思って。ああ、その後のね、さあなんか丁寧に謝りの電話来たんですけども、こっそり出禁にさせてもらいました。まあそりゃそうだよね、うん、いや店からしてもあれじゃない、店の女の子ね、まだ男の子の店でちょっといざこざでみたいなんだったら、まあ、それでもちょっと暴力沙汰良くないな。初めて超パンクだった。ナンバー何？
何なのって来てるよ。なんだろうそんなナンバーとかそういうのがある？あんまりこう表には出てないよ。おこっそりナンバー行くよね。こっそりあ、でもなんか美味しいご飯が食べれる生活が、美味しいご飯が食べれる生活ということはあれかな、よくあの雑誌で見るようなあのタワーマンションに住んで小型の、小型のワンちゃんをこう持ってあの自撮りをこうやって撮ってみたいな感じの生活ですか？あ、でも犬は2匹飼ってます。あ、喘ぎ声うるさそうって言ってるけど どうなんそこは。それはうん、大体人にしかわからない。大体人にしかわからない。いや、どう、なんかさ、いや、これ聞いていいのかな。じゃあ初回のお客さん来ましたと、うん、この人ワンチャンありやなっていう人ってどんな感じの人？あ、でも初回の人はやらない。まあまあそうだよね、初回でやってしまったらあれか、うん、うん、なんかでもそっから発展することってやっぱ可能性としてはあるよね。あ、でもその人がすごいいい人でとかだったら考えるけど、でも今までないかもしれない。おー、じゃあ好きなタイは？好きなタイは正常位、うん、正常位か。相手の顔ちゃんと見て大会。まあまあ、なんか分かる気はするね、うん、正常位。なんかいろいろ、じゃあ結局金持ち、まあ、それはお金があった方がある程度のあれはね、うん、超えられるから。まあ私に限らずお金持ってたらなんか抱ける可能性は高くなる。まあ普通よりか高くはなるよね。お店にもまあ行けるし、中を育めるし、女の子が喜ぶようなご飯も連れて行けるし、こっちもリスク背負うわけだから、うん、まあね。うん、コストなんか行く？行ったことないわけじゃないけど、うん、通いはしない。通いはしないか。はあ、好きな芸能人、キスマークつけたことある。好きなタイプは、ね、好きな芸能人はもう断然椎名桔平ですね。椎名桔平か。、うん、ハードルがあれやね、質問してくれてる人の中にグッと上がってきたよね。、うん、お金と顔どっちが大事？どっちも捨てがたいな。いや、その後、りなちゃんよく考えて、今日クリスマスやで、リュウといていいんって、どういうこっちゃ、ほんまに。いや、3年彼氏ないんで。3年前は、なんで別れたの？浮気されて。浮気されて。しかも元旦に。元旦、おう。振られました。まあ、浮気はじゃあその前から続いてた。ちょっと、その泳がしといて。泳がして。それ逆ギレされたんで。ああ、お前俺にカマかけてんじゃねえよみたいな。もういいや。元旦別れつらいね。嫌でも忘れられない日に。そうやね、忘れようと思っても元旦になるたびに、うん、ああ何年前に別れたなみたいな。俺もクリスマス直前に一緒に住んでたこの家で、あ、地下格闘技の試合に出て、うん、でまあ惜しくも判定負けしまして、お互い怪我をして骨折してフルボッコの状態で2日間寝込んで、起きたらなぜか俺の荷物がまとめられているっていう状態だったね。、うん、その後一人クリスマスを地元の夜の街をさまよって、友達に会って、行くとこがないんだって言ったら、うち住みなよって言って、それから救われたけど、もうそっから孤独な生活をずっとしてる。でもほら最近猫がいるから。ああね、まあね、うん、にゃんこちゃんがそ、ん、その時のギャラ額、ギャラは地下格？地下格はあの賞金だからね。元旦に浮気発覚じゃないでしょ。もともともう浮気発覚してたんでしょ、話戻す。もともと発覚して。うん、二十歳までいたのねって、これもしかして18ぐらいの時のお客さんだったりしてね。あれ。こわもて系好き？あー、でも。嫌いじゃないけど、どっちかっていうと、うん、そっちの人にモテるかな、うん、なんかちょっとそんなイメージだね、うん、まあじゃあ元旦に別れたということで一旦 CM です。
はちょっと会いたいな。よかったぞ。棒読み CM ね、キレがない、分かっております。ほんでも一昨日からマジで頭回らんくて、店にちょっとなんかあんまよろしくないなって感じの人が来てても常連の女の子を守ってあげることもできず、なんか病院が近いんだから行った方がいい。そうね、隣だしね、大久保病院あそこってなんか救急じゃないと入れないみたいな感じじゃなかったっけ。行けるか、無理すれば。ホストについてどう思いますか。どう思いますか。どう。あ、自分に害がなければ。自分に害なければね。まあでもなんかそのなんだろう、まあ今のそのホストの人たちがどうなのかはわからないけど、俺は10年ぐらい前にそのホストクラブに飛び込んだ時はやっぱり同じ水商売の夜の人、まあ、キャバクラとか風俗の子っていう。人の方がやっぱりそのホストの人の悩みもあの一般の昼の子よりかなんかやっぱどこか同じ業界にいるっていうので分かってくれるというか居心地がいいんじゃないかなっていうのは時代的にあったのかなと思うけどね。ホストはお店によく、あ、逆にホストとか来る？あ、ちょい来るかな。なんかそういうホスト系とかスカウト系できんっていうところもあるよね。活気はないのかな。断ることはないけど、私あんまりホストにつかないんだ。ホスト、まあ、なんかお医者さんってあれだよ、なんか医者と枕今の医者正規そうそう今の医者金だけって病を長引かせるプロよ。私医者と枕して聞いたからマジかよキャバクラの方かな。お客さんに多い職業って何なの。あ、でも朝なんで同業さんが多い。ああ、まあそうよね。なんか他のキャバクラのボーイさんとかも来たりするんだよ。が多いかも。この前あの朝そう行ってるっていうどっかのキャバクラのボーイさん来てたの。まあ朝ってなんかすごいイエーイって飲むイメージがあるね、俺の中で。でも飲む量は半端じゃないかもしれない、ね。ゆえのその声やしね。ところどころ断食ってね、聞けるけど朝日はどんな感じの雰囲気なの。夜に比べたらワイワイ系、ワイワイしてるよね。俺も時間的に行けるのが朝日はしかないけど、なんかなんだろう、夜の方がこうお客さんをギラギラした目で見てるようなイメージある。で朝の方が固く寝飲んでるイメージがちょっとあるね。めっちゃあの画面の前では伝わらないだろうけど、これ一本のね、めちゃめちゃ今頭痛くなってきたね。今もうジャスト30になったけど、3年ぐらい前まで女の子がよく中学校時代とかもお腹痛い、頭痛い、なんか全部仮病だと思ってたのね。あ、頭痛って本当にあるんやと思ってそう。今回もうしょっちゅう頭痛いから休みますって言ってるの、あいつら全員嘘つきやろうと思ってたけど、あ、でもそれあるかもしれない。半分はある、半分仮病。そう、もう昨日とかその割れるような、何やろう、内側から金槌でずっと叩かれてるような感じで、あ、俺多分このまま死ぬなと思って。でも頭は怖いから絶対病院行ったもん。怖いね。あのくも膜下出血みたいなのもあるし、今日ずっとあの一人で店でこう天に召されてる時に、最後病院のベッドに俺が一人でいて、友達が会いに来てくれるシチュエーションを考えながらちょっと涙が流れてたもんね。ナイーブに天に見されてみようのコーナーで、アホか、もう終わるわ全部それ。いや、あのなんか小説みたいな感じでストーリーを考えるのが好きだから、ついついそのストーリーを考えてる間に自分が本当に死ぬ状況になってるのに感情移入しすぎて、でみんなになんか出会ってくれたみんなへみたいな手紙を書いてる、こうもう震える手で手紙を書いてるのね。
その想像の中で。で、あの、泣いてた。二人で召されてみよう。二人で召されてみよう。やろうよ。最後がリュウコンってなんか。そうだね。最後が俺って、せめて元旦超えたいでしょ。うん。いや、でももしね、隕石とかドーンになって、二人で残されたらどうするよ。とりあえず子孫繁栄。すごい。ありがとうございます、うん、それはなんかやっぱそれはまあ確かにね、うん、人間の本能には逆らわず、うん、しょうがないよね、うん、俺からしたらありがとうございますだけど、うん、リュウコン嫌われてね。まあ嫌われるわね、そんなこと言ったら。まあでもやっぱ女の子が来るとね、コメントが増えるの、あの、ゲスな話、アングラな話、女の子が来るっていうのはコメントが増えるから、うん、じゃあもうちょいちょっと掘り下げて、じゃあ差し支えのない範囲でね、じゃあこんなちょっと変態セックスをしたみたいなのでも聞いてみようか。やつ結構ノーマルなんだよな。ノーマルなの。何ラブホテルとかがいい感じ。あ、でもホテル派。自宅とかは。自宅はベッド汚れるから嫌なんで。ああ、結構汚すタイプのプレイ内容。いや、こんな干潮とかすんの。クジラなんだよね。クジラ、あ、そういうことね。クジラ、ほんま。クジラだから、相手によってはすごいベッド汚れちゃう。クジラいいね、うん。マグロじゃなくクジラね。クジラだ、うん。ほら、もう一気に炎上してきてね。で、うん、まあ、前儀のさ、おててでされてる時のクジラと、まあ、プレイ中の入ってる時のクジラありますやん。はいはいはい、どっちも。あ、どっちも。どっちもあるタイプ。え、あれ、俺もね、歴代の彼女とか手でうわーはあるけど、その入れててっていうのはないけど。あ、でもそのやった相手全員がとかじゃないから、やっぱある程度相性は。相性大事。大事よね。途中のクジラってどんな感じなの。途中の、いや、あれよね、はめてる最中に吹き出してくるみたいな感じね。うん、な、何、こすります。ああ、しこるってことか。おふうってこすりますから、二つ目でもういった感じだね。俺もやってる最中に相手が生理になって、なんかドワーって溢れてきたっていうのはあるね。ああ、気丈位でやってたらなんか溢れ出してきたから。怖い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 、うん、怖い怖い。最中に生理気まず。お、なんか昔ブログ読んでました。ありがとうございます。え、今ブログないの。今最近やってないんです。あ、 LINE 知ってる人、タイムラインで。ああ、そうやね、タイムラインにいっぱい載せてるもんね。ブログしな、最近でもなんかブログ自体がやってる人が減った気がするね。一時期よりインスタとフェイスブックと LINE のタイムラインで載せてる人多いから、うん、もうブログたまに更新しようか、うん、更新しなされ、これを機に。たまには。まあ、クジラに話を戻すと、戻すんだ。それでもさ、なんか大体行くホテルとかって決まってくるやん。ああ、まあまあ。決まってきたらなんかまたあなたですかみたいな思われてるんじゃない、ホテルの人から。いや、多分思われてるかもしれない。俺何回か前にここで話したんだけど、まあ、ベロベロに酔いすぎて、俺と地元の友達がニューハーフにお持ち帰りされて 3P をしてしまったってことがあったので、で、一瞬ホテルにチェックインする前に、田舎だから1階が駐車場、2階がプレイルームみたいなところで、そのニューハーフの運転する車で1階に車をぶち込ん で、俺らもこんな状態で外に出されて、上がるわよって言ったら、清掃員のおばちゃんがバーって出てきて、そのニューハーフの方を指さして、またあんたなのって言って、もうペット汚しちゃダメよって言われてたのをうっすら覚えながら、パッて目が覚めたら横にそのニューハーフが寝てたんやけど。え、ニューハーフに突っ込んだの。そやね、前回も話したけど、お尻の方にぶっ込んでやりましたね、はい。あ、めっちゃ汚れてはなかったけど、ちょっとなんかやだ。でもあれよ、隕石ぶつかって世の中人いなくなって俺ら二人だけになったらやるしかないのね。でも俺、女の子のお尻にぶち込んだりはしないからね。あ、結婚まで私もお尻はちょっと、ちょっと取っとこうと思って。
いや別に結婚してもしなくていいんじゃない？うん、ぶっちゃけ好きですか？まだやってないよね。アナル？うん。やったことないです。普通にアナルの単語で来たよね。どうなんやろうね。なんかちょっと友達の女の子が開発済みらしくてめちゃくちゃいいよって言ってたけど、なんかどうしてもあんまり進んで入れようっていう気にもならないし。確かに。なんか洗浄しないとさ、うんこがつくみたいな言うけど、なんかプレイする前に彼女がお尻の穴を洗浄してるっていうのを考えたくないし。そうだ、ゆるくなりそうなんだよね。いや、ゆるくなるって言うよ。隕石落としてる。そんな力あるか。だからその子は1回目2回目は洗浄してやって、3回目はそのまま酔っ払ってやったから、ついてたんです。うん、女の方から聞くこの複雑さね。あのニラの話とか本当なんだから。ニラ、あ、え、ね、やったらニラがついてたみたいな。そう、なんかニラが出てたとか。ああ、なんかでもネットとかでもね、あとなんかでもトイレットペーパーの切れ端がお尻についてたとかを聞くよね。そう、ニラ多いよね。これは某知り合いの夜の女の子が、某俳優さんとセフレだった時に、その人は四つん這いでお尻を舐められるのが好きみたいで、舐めてくれって言った初回のプレイでお尻にそのトイレットペーパーのカスがついてて、でその子は優しくてお風呂に行こうって言ってたらしいんだよね。そう、やる前にシャワーも絶対エチケットよね。うん、はい、1分前です。じゃああれだね、もう一回、うん、じゃあもう自分の口から。12月25日に23歳になります。もしよかったら機会があれば一度遊びに来てください。そう、誕生日なんでね。なんかまあたとえシャンパンとかそんなんじゃなくても顔を出してくれるだけで喜んでくれる子なんで、喜びます。うん、ベロベロだったらもしかしたら、おい、なんか入れろやって噛みつかんでね、煽るかもしれないけど。そんなひどくないね。そしてね、私もまあ年内最後の放送になりまして、まあメルマガとかもやらせてもらってたんですよ。一旦ちょっとメルマガの方は今回で終了いたしまして、また来年から新しい形で漫画の連載とかも始まるんですけど、いろいろとみんなに提供していきますんで、今回ちょっと風邪でキレがない時にね読んでしまって、でもありがとう。まあ、最後に話ぶっ込めてよかったなと。また呼んでください。まあまた誕生日落ち着いたら、これからもナイトチューブよろしくお願いします。ありがとうございます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しならナイトチューブ、総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら、パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。